はい、こんにちは。今日はね、コナンカフェに行って買ってきたグッズを紹介したいと思います。コナンカフェの名古屋パルコの開催は、5月の末までだったので、ちょっと行く機会がなくてギリギリになってしまいましたが、行ってまいりました。で、ちょっと時間がなくてカフェの方には寄れなくて、グッズだけしか購入をできませんでした。はい、では一つずつ見せていきたいと思います。まずは会場にあったチラシをもらいました。こんな感じですね。これは、フリー配布のチラシでございます。まずはクリアファイルを2種類買いました。今回買ってるものは全てカフェ限定のグッズになります。これ、このカフェのデザイン、ウェイトレスの格好をしてる、その子ちゃん、ランちゃんで、しんいちと服部くん、それからコナンとハイバルですね。で、キットもいます。で、もう一つの方はこれ、はい、黒の組織でもないか。で、シェリーとバーボンと赤井さんですね。で、裏はそのシルエットになっております。ちなみに先ほどのクリアファイルの裏面はこれコナンカフェのロゴになっております。これともに1枚300円、1枚300円でございます。税抜きかな、300円税抜きでございます。全部税抜きの価格ですね。今からご紹介していく金額は。はい、そして次はカフェオリジナル T シャツ。はい、こちら、アポトキシン4869の T シャツでございます。はい、これは一応ユニセックス S サイズとなってます。女性だと M ぐらいの大きさで着れると書いてありました。身幅が49、着丈が65センチです。で、日本でプリントをしてる商品になるそうです。はい、で、もう一つ T シャツ、こちら、これは、コナンカフェのロゴが印刷した T シャツです。サイズは同じになります。これは何個かサイズ展開があったかと思います。さっきのアポトキシンの T シャツは、フリーみたいな感じ限定でしたね。これは一応 S サイズになってます。ただここの記載は、ここに書いてあるサイズ記載はユニセックスの S サイズで、さっきと同じ着丈と身幅になっております。これはともに税抜き3000円でしたね。1着税抜き3000円です。はい、次これ、はい、コナンカフェのペンケース。はい、コナンのシルエットとカフェという文字とカフェのロゴが入ってます。こちらは800円、こちらは800円でございました。はい、そして次はコナンカフェのマスコットです。はい、おーっととととと、ぬいぐるみ型のキーホルダーになります。はい、今回のカフェをモチーフにしたウェイトレスの格好の、コナンくんのぬいぐるみのキーホルダーです。これは税抜き1500円でしたね。これは税抜き1500円。で、ボールチェーンがついております。はい、では最後となります。最後はキーホルダーですね。最後はアクリルキーホルダーです。アクリルキーホルダーを、出てる全種ですね、 1,2,3,4,5,6,7 種か、出てる7種
はい、出てる7種類全部購入をしました。これは税抜き、1つ税抜き600円です。では1個ずつ見せていきましょう。はい、まずは怪盗キッズ。あ、でちなみにこのキーホルダーは金具はこのタイプです。こんなタイプになってます。はい、まずは怪盗キッズ。次は服部くん、服部平次くん。はい、そして新一、それからラン、そして次はコナンくん、それからアイちゃん。アイちゃんいいな。はい、で最後はこれ犯人ですね、犯人。はい、これその子なかったけど、その子のキーホルダーはなかったのだろうか、買い忘れたのかちょっとわからないけど、まあいいや。はい、という感じの、今回の購入商品のご紹介でございました。そして合計金額がちょっと高えけど、こんな感じ、 14,796円。はい、上から見せていきましょう。はい、クリアファイル2個、それからアポトキシン4869の T シャツで、オリジナル T シャツはさっきのカフェのロゴの T シャツですね。で、カフェペンケースで、カフェのマスコットぬいぐるみキーホルダーです。そして最後キーホルダーをつらつらと買って、消費税が最後かかって合計15点で 14,796円の今回お買い物でございました。全国巡回のカフェになるみたいなので、お近くに来てる方はよかったら行ってみてください。カフェ限定のね、結構グッズが出てて結構良かったですね。もうちょっと早い段階で気づいて、もっと時間見つけて、もうちょっとねゆっくり見て来れれば良かったかなと思いました。では今回はコナンカフェの、コナンカフェで購入してきたグッズご紹介いたしました。ありがとうございました。Thank you.